こんにちは、スピンの塊、中留かまたり、比べたらたけちゃん。ちょっと待って、ゆみちゃんです。ですね。噛んだな。いや、何でも噛んでません。今回ですね、9月6日に発売されたですね、このブリヂストンの最新ウェッジ、バイティングスピンっていう名前ですね。バイト。噛むってことですね。なるほど、かけました。たけしのウェッジです。うまい。まずは打ってみよう。はい、ではたけちゃんにブリヂストンバイティングスピン56度50ヤード打ってください。お願いします。簡単に言うの打ってくださいって打てたら、打てたら苦労せんわあ、打てたナイス。はい、ゆみちゃんにもじゃあバイティングスピンの56度、50ヤード打ってもらいます。はい、はい、お願いします。ちょっと重いよ。うん、ちょっとね、私のよりはね重い。いきます。はい、データを見てみよう。はい、今回はですね、2024年の9月6日に発売されたブリヂストンの最新ウェッジ、バイティングスピンっていうものを紹介ですね。まあ、以前最新のアイアンの紹介したんですけど、実はウェッジこそ過去モデルから大きく変更されてます。はい、圧倒的なスピン性能は人気のウェッジメーカーにも引けを取らない仕様となってます、今回の。だからロフトバリエーションもかなり多いので、今回本当はいつもやったらアイアンとウェッジを一緒な動画でしようと思ったんですけど、今回むしろちょっとウェッジが変わったからあえて別で作った感じがします。だから本当にロフトバリエーション多いんで、ウェッジ選び悩んでる人っていうのは、例えば某有名なウェッジメーカーのとこばっかりじゃなくて、ちょっとブリヂストンのこのバイティングウェッジっていうのもちょっと選択肢入れてもらいたいなと思って、ちょっと今日紹介しますね。そもそも今回ブリヂストンのこの最新ウェッジは名前がいいんですよね。うん、バイティングウェッジってなんかもう、バイティングスピンやバイティングもう名前間違ったバイティングスピンっていかにもなんかスピンがかかりそうな名前じゃないですか。うんうん、ね、もちろんそのネーミングに負けないだけの性能を備えているわけなんですけども、とにかくこれ実はミーリングが特徴的なんですね。これ見ちゃう、目視でわかる？これね、目視ではなかなか難しいんですけど、実際これルーペなんかで見たら独特のミーリングがよりはっきりするんですけど、これ実はスコアラインとスコアラインの間がすごいミーリングが、縦の溝と斜めの溝が細かく全体に施されてます。見えんやろね、目視では。なかなか目視で見える感じではないですけど、なんとなく見たら薄くあるかなと。でもこう触ったらちょっとザラザラっていう、本当にスコアラインとスコアラインの間にミーリングがビビビビビビって入って、一応綺麗に縦と斜めに入ってます。ちょっとヤスリみたいな。そう、うん、これ本当ね、ルーペで見たら見えるらしいですよ。なかなかルーペでウェッジ見る人おらんと思いますけど、はい、でもそれぐらいブリヂストンさんもすごい手がかかってるミーリングにっていうのは言ってました。で、これは実はブリヂストンの独自の特殊なブラスト処理と精密なレーザー加工でのみ実現できる技らしいんですけども、とにかくザラザラしてるっていう、触ってザラザラしてるっていうのがそのミーリングを表してます。B シリーズのドライバーのバイティングフェイスっていうのでザラザラがちょっとね、あれが話題になったんですが、それのさらに細かい版と思ったらいいですね。はい、ドライバーのやつは結構目視で分かったんですけど、このウェッジに関してはもうちょっと見えないぐらい細かいです。はい、こう考えると、正直僕、これはもう僕の意見ですけど、さすがはなんかメインがタイヤメーカーさんやなっていう感じがしますね。もう本当に、これからね、特にタイヤの技術っていうのがウェッジとかやったら滑りにくいっていうのはやっぱりそれだけスピンがかかるっていうことになると思うので、一番は実はその普通の日とか別にその条件が悪くなかったらそこまで悪くないんですよ、実は。別そこは正直本音言うと他社メーカーもそんな大差が出ない。実はウェット時だから、例えば雨が降ってる、あと朝露とかで芝が濡れてる時なんかはこの
あのミーリングがすごい役に立つっていうふうに言われてます。基本芝濡れてないなんか基本はね、うん、散水されてたりとか、そうそう、だからやっぱり基本的に条件が悪くなればなるほど生きるウェッジかなっていうのはやっぱり思いますね、うんうん、だからまあ本当ウェッド地のスピン性能が大幅にアップするって思った方がいいかもしれない。なるほど、うん、はい。まあ、あのさっきも言った正直ドライ時、まあ、要するに通常時は、まあ、特に今日ほらこうマットの上で打ってるじゃないですか、うんうん、こんなとこではどこのウェッジ打っても正直申し訳ない、そんな大差ないんですよ、うん、でもあの実際前作モデルからそんな変わってません、うん、別にこのこういうマットとか本当に通常時って今前作モデルそこまで大差ないんですけども、条件が悪くなればなるほどこのミーリングが生きるということなんですね、うん、まず先ほど話した縦の溝がスコアラインの排水性を高めるらしくて、斜めの溝はウェッジを開いて使う際に最大の効力を発揮するっていうことなんで、ウェッジを特に開いて打つのが得意なゴルファーはよりこのミーリングを恩恵を受けます、うん、だからまあ僕らみたいにどっちかというとこうウェッジ開くの苦手な人は、うん、斜めの溝の効力あまりないそうそう、だから開く人はやっぱ斜めに使えるんで、その斜めの溝がより効力を発揮するんで、だから変な話上手い人というか、まあ、アプローチとかの得意な人になればなるほど、うん、で条件が悪くなればなるほど強くなるウェッジっていう、ってことはバウンスそんなに入ってないってこと、いやでも10度入ってますから、うんうん、まあ開いた方がそのミーリングが生きるっていうことね。なるほど、うん、だからまあ本当なんていうんですかね、まあ、ある意味ド M なウェッジかなと、条件が悪くなるで開かれるが強い効力発揮する、そう効力発揮する、すごいな。で俺みたいにどっちかというとこうなんていうかな、開かない人はこのウェッジがちょっと面白くないってなるんですよね。本当、はい、大丈夫だと思う。何の話か分からないけど、まあいいですわ。であとロフトバリエーションがさっき多いって言ったんですけど、前作モデルより増えているのがおすすめですね、うん、新たに今回ここあるんですけど60度が追加されてます、うん、60度追加されて48度から2度ピッチで選べるので、まあ48、50っていうんで最後60まで選べるんで、まあ私がよく推奨するピッチングウェッジより下に3本持ちっていうのをちょっと奨励してるんですけど、簡単に実現できます。でそういうのもやるいいかなと思いますね。じゃあ実際僕とみちゃんが打った弾道を見るんですけど、まあ僕もみちゃんもうん、何とも言えない球ですね。距離だけぴったりですけど、まず僕は高くてなぜか右にポン。にぐちゃんはウェッジとは思えるぐらい低い球打つっていう。ちょっとね。まあもちろんシャフトがね、うん、シャフトがちょっとにぐちゃんに重かったっていう。重く感じたか、ダフりそう。はい。まあとにかく方向は抜きにして、僕もにぐちゃんも46ヤードと47ヤード。で、スピンですね。確かにさ、この、なんてマット上だからあんまりその他の大差ないとは言うても、それでもやっぱ入ってますね、僕が6290でゆみちゃん5265、50ヤードにしてはかなり入ります、うんうん、これ多分100ヤード、まあ100ヤードは打てないか、56やったら80とか90ヤードしたらこれ1万個すんじゃないかなっていう計算式になりますね、うん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 、だからまあやっぱりかなりスピンはこのミーリングが生きる、かなりスピンは入るウェッジかなと思うんですけど、さっきから言うように条件が悪い方がいいので、それはやっぱりコース行ったり、まあ、実際なかなかこれを濡らして打つとかはねしないですけど、うんうんうん、その条件が悪くなればなるほどで、開けば開くほど生きてくるっていうのは、まあ、知っておいてください、うん、はい。まあ、あとは特注対応にはなるんですけども、プロやトップアマの要望が多いノーメッキ仕様も発売されます、はい。さらにノーメッキってことはさらに気持ちの良い打感を求めるゴルファーはこちらをカスタムすることをお勧めしますね、うん、はい。あとレフティーモデルとしては通常メッキの52度と58度が2024年の11月に発売予定ですね。まあ、今作のウェッジはアイアンを正直今までどっちかっていうと、これ本音で言うと、今までアイアンをブリヂストン使ってる人はウェッジもブリヂストンしたらどうですかっていう風に進めることが多かったんですね、うん、でも今作この、まあ、実際これ動画分けた理由っていうのもそこであって、今回はウェッジ単体かなり面白いなと思ったんで、うん、今はだからアイアンを正直ブリヂストンさん使ってなくてもウェッジの選択肢を得てほしい。なるほど。だから大手メーカーさんのウェッジっていうばっかりに皆さん頭がちょっと行きがちですけど、これは単体ウェッジとしても勝負できるウェッジかなと思ってます。それぐらい僕面白いなと思ったので、特に開いて使う、さっきから言うアプローチが得意な人になればなるほどそのヘッドの性能がいきますから、うんうん、ぜひ興味のある方っていうのは近くの販売店で、まあ、ちょっと試打してみる。で、まあ、打てるんやったらバンカーとか、あとはまあ本当貸し出しとかしてくれるんやったら一番いいのはね、本当にまあ、あえて雨の日にゴルフ行くも変な話ですけどそういう時に力が発揮できる、ね、ウェッジなんで、まあ、ぜひそういうウェッジとしての選択肢にも入れてほしいなと思って、うん、まあ、こんなことあんまり僕これまあ言うたら失礼ですけど、こういう
今まで、ナショナルブランドさんのウェッジをそこまで押すことってあんまなかったんですけど、今回このミーリング見ようって面白いなって見えるんですけどね。でもザラザラしてるところ、ウェッジとして単体としてもぜひ、検討していただきたいなと思いまして、はい、今日紹介させていただきました。はいはい、ウェッジでまあ有名な外国ブランドのものがあるけれども、なんかヘッドの重さとか何かその違うものってある、まあ、でもヘッドの重さはやっぱりどっちかというと有名な外ブランドの方が重いことが多い、重いことがね、まあ、そこまでだから、逆にアイアンからの流れで重すぎて打ちにくいっていう人もおるので、そういう意味ではアイアンからの流れは入れやすいかなと。でもそう考えたら、ごめんなさい、今のゆみちゃんの質問になってくると、やっぱりアイアンをブリヂストンさん使ってる人の方がそのシフトはしやすいですよね。だからまあでも今回これ見てもらったら分かるんですけど、こう上側にここ開いて、ここに重量乗せてますね。これもスピンがかかりやすくなってるってことなんで、まあその重量的にはそのアイアンからの流れをそんなに変えたくない人の方が向くかもしれないので、まあ本当にでもまあなんかこう言ってさっきちょっとウェッジだけでも検討してくださいって言いましたけど、やっぱりアイアンからの流れで持つ方がそういう意味では揃えやすいかもしれないですね。あとはでもウェッジってそのフルショットよりもちょっとアプローチの方が多かったりするから、例えばその重さがこう下に行ってダブりやすい人とか、そう、そういう人はもしかするとこれ使ってみたらいいかもしれない。本当だからちょっとね、最近ウェッジが重くなりすぎてる傾向には僕もちょっとあると思ってる。それがいい人もおれば当然逆に合わない人もおるから、そのどっちかっていうと重すぎが嫌いな人に向くウェッジなんで、まあそういう人はぜひぜひぜひ、はい、ぜひ試してみる価値あります。最近鍛えてます。チャンネル登録高評価で、たけちゃん、ゆみちゃん、動画にすぐにアクセス、チャンネル登録よろしくお願いします。